ちゃ。こんにちは。はい、豊さん。はい。はい、また、今週も、優勝争いの行方ということで。そうだね。はい、まずは順位表から見ていきましょう。はい、まあ、ヤクルトが首位に立ったね、とうとう、ね。はい、出ました。言っていた通り。やっぱ調子がいい。ちょっと抜けてきました。そうそう。はい、阪神がちょっと打てない。うん、ね、ギリギリの ところで頑張ってる、はい、ただし、うん、あの中日に勝った試合なんかサンズがさ一生懸命右打ちしてさ、はい、進塁打打って、まあ、犠牲フライで勝った試合があるんだけど、はい、まあ、そういう試合なんかギリギリの中でさ戦ってて、うん、ちょっと感動したんだよね、はい、うん、だから本当に今ちょっと状態が悪いだけに、まあ、そういう、こうチームバッティングだとか、うん、そういうことをしてくれる、まあ、したっていうことはさ、はい、それと足も使ってきてる、打てないからね、うん、はい、まあ、だけどギリギリのところで頑張ってるなっていうふうに阪神は思うし、はい、で巨人は一時期の低迷をちょっと抜けてきたかなっていう、はい、まあ、そういう嫌いがあるんだよね、うん、やっぱホームランが出だしたという、うんうん、で、まあ、中日 DeNA もすごく頑張ってるよ、ね、頑張ってるけどなかなか差が縮まってこないというね、うんうん、DeNA なんか本当にあの打撃なんか破壊力あるしさ、うん、まあいい野球やってると思うんだけども、なかなかこう上位になかなかいけないな、抜けていけない、うん、まあ4位にはね上がったり、まあそうだね、しましたが、はい、広島はどこだの、うん、完封とかね、はい、まあそういう試合はあったにしてもなかなかこう投打が噛み合った試合がなかなかできないよね、うん、はい、まあ、はい、ヤクルト、阪神、巨人というね、はい、ということで今回も上位3チームに絞って、ね、はいはい、見ていきます、話をしたいと思いますが、はい、で次のカードが、まあ、今日からのカード、はい、ね、ヤクルト中日で、ヤクルトは10連戦の最終節、はい、もう10連戦の真っ只中ということで、うん、まあ、疲労困憊なんだろうけどもさ、はい、ただし全体の状態がいい、ピッチャーもいいし野手陣もいい、はい、それと日替わりヒーローが出てる、うん、まあ、DeNA3 連戦を振り返ればはい、村上が満塁ホームラン、はい、中村が決勝タイムリー、うん、で西浦が先制スリーランとかね、うん、そういう試合をこう繰り広げてる、はい、だから上位も下位もなく非常に状態がいいんだよね、うんうん、これはヤクルトベンチだとかいろんなことを見てるとこう続いていくと思うんだよね、うん、それと中日に対して10勝4敗、はい、というふうに大きく勝ち越してる、うん、で DeNA もそうだったんだよ、はい、でこの3連戦で14勝4敗になったんだよね、うん、だから取りこぼしがあんまりなくなってきてるということだ、はい、ね、ただし中日のピッチャー大野雄大とか投げてくるし、うんうん、だから一つの中日戦はこれ一つの山かなっていうふうには考えてるんだけど、うん、はい、チームの勢いだとかいうことを考えると、うん、やっぱりヤクルト優勢だし、もうあと3連戦で1日休みが来るというモチベーションもあるし、はい、もう毎日日替わりヒーローが来るんでなんかこう気運が盛り上がってるというかね、もうチームはノリに乗っているような状態ですか。うん、まあそうだね、だから、まあ、西浦のスリーランの後になかなか点が入らなかったんだけど、やっぱりリーダーである山田哲人がホームランを打つというね、はい、そうでしたね、はい、うん、それで10連戦の戦い方って、うん、今日はマクガフ、はい、昨日ね、うん、休ましたんだよね。そうでしたね。で星を抑えに持ってきてっていう、はい、で田口をその前に入れたりだとか、うんうんうん、やっぱりやりくりを よくしてるし、うん、やりくりしてる中でそういう選手たちがよく踏ん張ってるよ、うんうん、だからそうなってくるとなんかこう目標が一つになってチームが本当に戦い出してるというかさ、だから非常にヤクルトってゲーム差を残してて、ゲーム数を残してて、はい、それで逆に不利じゃないかっていうところを、うん、なんかこうピンチをチャンスに変えてるというね、うん、なんかそんな感じがして、はい、非常にいい戦いをしてる、うん、はい、ただ阪神をいじめたように中日がヤクルトをいじめられるか、うん、ね、まあそういう戦いになってくると思います。はい、ね、で、まあもっともやっぱこうちょっとヤクルトへの挑戦権なんだけどさ、はい、巨人阪神、はい、まあ、東京ドームである、でホームラン構成対投手力、はい、でね巨人はやっぱりホームランで勝つチームだなっていうのがもうはっきり分かるように、うん、ここのとこホームランが1試合に3本ずつぐらい出てるんだよね。うん、そうですね、ね、はい、昨日のゲームでもその中田翔が打ち、うん、坂本が打ち、うん、ウィーラーが打つという、はい、まあ、大体その前の試合なんか吉川が打ちとかさ、うん、勝ったゲームは、はい、だからやっぱこうホームラン構成をかけたいという、うん、しかし阪神は
今打線が低迷をしてる、すごく、はい、1番から4番まではいいんだけどさ、その下位打線に入ってはなかなか機能してない、うん、それを考えるとやっぱこう阪神の投手力でそれをこう接戦に持ち込まなきゃいけない、うん、でホームラン攻勢を掛け合わせないためには投手陣がやっぱ低めだな、低めの制球をいかにこう丁寧につけるかどうか、はい、高めに行くとやっぱこう今調子が上がってきてるだけに、うん、ホームラン攻勢をかけられると阪神は辛くなってくるという、ここまで五分の戦いをしているだけに、はい、やっぱここを勝ち越せるかどうかっていうのは阪神は最も大きなことだし、はい、まあ、巨人はやっぱ一時期の暗い雰囲気それから抜けてきたというね、うん、そんな感じがするから、はい、まあ、これもあの打対バッティング対投手力ということで、はい、もうはっきり戦い方は偏る、そんな戦い方になってくるよね。でもう一つのポイントとすれば中田翔と佐藤、はい、でやっぱね昨日でも広島戦に中田翔が打つとチームが明るくなるんだよね。これなぜかというとさ、やっぱり中田翔を気遣う、まあ、仲間はいるよね、はい、で打っても言われ打たなくても言われ、うん、試合に負けたらなお言われるという、うん、だから中田翔はもう打つしかないんだよね。これはもう分かりきってることな、うん、なんだろうけどもさ、はい、やっぱ打って結果を出すと巨人を救うことになる、うん、だけど、はい、なんかこう打たなければなんかこう負のオーラを抱えるような形に、うん、見え方としたらなってしまうから、中田翔が打つか打たないかっていうのはすごく大きいと思うんだよね、うんうん、まあ、皆さんの注目度もすごく高いですから、まあ、高いよな、余計こうどちらにしても目立ってしまう、そうだね、っていうのもありますよね、うん、あの昨日のホームランを見る限りでは、はい、やっぱ状態は悪くないよね、うん、だからそういう意味ではあの中田にやっぱり巨人はある程度期待をしたいという、はい、で阪神の方は佐藤、うん、で上がってきて、はい、まあ4打数ノーヒット、まだヒットのあの連続打席のヒットノーヒットは続いてるわけだけどさ、はい、だけどその一本ね、はい、本当にホームラン性の当たりを打った、はい、もうポールギリギリでね、ファールになったやつですね、はい、あれでもポールに当たっときゃさ、佐藤の気持ちがどれだけ晴れたかと思うんだけども、まあ、もう少し神様の苦しめっていうようなことなのかもわからないけども、でも下位打線で佐藤が打ち出すと、うん、やっぱ打線が活性化してくると思うんだよね、はい、だからそういう意味ではやっぱ佐藤は使われる以上、うん、もうホームランでいいから三振気にしなくてもいいから、うん、ホームランを意識してやってほしいなっていうふうに思うよね。じゃあもうあのヒットが続いていてもヒットを狙うんではなくてホームランを狙う、うん、だからもう小さくなることはない、うん、だからもう腹据えて、打つか打たないか、打ったらチームを本当に救えるし、うんね、打たなければやっぱ足を引っ張るっていう形はもう当然分かってるだろうし、はいはい、だからこの2人の戦いでもあるなっていうふうには見てるよね、うん、どっちが打つかね、それによって勝敗がなんか分かれそうな、そんなこの巨人阪神戦で、はい、東京ドームでやる、ね、ホームランが出やすい球場、佐藤にもチャンスがあると、うん、ね、はいはい、まあセ・リーグはそういうところ、はい、でパ・リーグ、はい、パ・リーグは、はい、まず勝敗表、順位表、はい、を見てもらいたいんだけど、まあほとんど順位は動いてないんだよね、はい、でロッテが1位、まあ、2.5ゲーム差、うん、まあ、楽天は首位まで5ゲームあるという、はいね、ソフトバンクちょっと調子は良くなってきてるけども、やっぱここまで来るには相当しんどいよ、うん、だから狙いはここだよね、うん、狙いはここだと思う。でまあ西武と日本ハムはやっぱちょっときつくなってきたかなって、うん、ここにもね、はい、うん、こういう順位になってきてますと、はい、ということで、ね、また上位3チーム、ロッテ、オリックス、楽天の試合を見てみます。まあ、いうパ・リーグね、西武とロッテね、これ見て、西武は勝ち越してるんですね。勝ち越してるんだよ。はい。そこにこういう数字が残ってるのに打撃低迷、はい、マーティンが不在、はい、ね、骨折しました、はい、ね、ちょっと当分帰ってこれないだろう。これは痛手ですよね。うん、で藤原デッドボールから復帰して、はい、5試合かな。うん、ノーヒット続いてる、うん、まあ、その間に決勝の犠牲フライとか打ってチームには貢献してるんだけど、はい、やっぱり7、8月の月間 MVP っていう活躍を考えると、
やっぱりどうしてもやっぱ頼ってしまうよね、うん、物足りない。で打線がやっぱ低迷してると、はい、やっぱ足も使えないし、打ってんのはレアードだけなんだよね、うん、レアードが目立ってるだけで、はい、他の選手はやっぱマーティン不在ということで、やっぱ それを補おうとして、まあちょっと苦しんでるかなという感じがするんだよね、うん、はい、だから頼りはマーティン。マーティンは今4番を打ってる、はい、で、まあ荻野がまあ、1番でまあまあの調子を保ってる、うん、で藤原なんだよ問題は。やっぱり2番、ここがつないでチャンスを拡大すればレアードが生きてくるんだけど、うん、なかなかレアードを生かしきれてない、うん、これマーティン、レアード、レアード、マーティンって続く打線っていうのはさ、相手ピッチャーにも脅威を与えると思うんだよね、うん、はい、だからそういう意味ではやっぱセーブ相性が悪い、はい、非常に苦しい戦いになってくると思う、うん、ね、はい、でずっとやっぱこうその前に日本ハム戦も見てたけどさ、うん、やっぱ点が取れないんだよね、うん、なかなかね、うん、だからそういう意味ではそのロッテの打者陣で得点力、はい、まあ、今1位を誇ってるよねパ・リーグの、うん、でそれをここで出せるかどうかだよ、うん、だ非常に苦しい戦いにはなると思うけども、はい、やっぱモチベーションの差はあるよね。あ、そうですね、当然、はい、で西武もダブルスチールを仕掛けたりだとか楽天戦に、はい、やっぱこうなんとかしようとしてる、うん、でやっぱこう失敗を恐れないで来れる順位だよね、うん、5位ということは。だからそういう意味ではやっぱりいろんな策に気をつけとかなきゃいけないということだ、ロッテはね。いろいろな思い切った仕掛けがあるかもしれない。はい、うん、はいはい、で続いてオリックス楽天、はいね、まあ2位と3位の戦い方、うん、戦い、はいはい、これ3連戦あるから、まあ、どちらかの3連勝でもう大きく変わってくるという、はい、まあ、楽天がもし3連勝するようなことがあれば順位もひっくり返るし、はい、まあ、オリックスが3連勝してしまえばもう楽天はもうなんかちょっと脱落して、はい、そうだね、しまうというところですね、はい、でオリックスの方を見てみるとさ、はい、交流戦の貯金が7、はい、これ12勝5敗、はい、優勝したんだよね、はい、その貯金が7、はい、で対西武に対して6の貯金を作る、はい、でオリックスの貯金は現在8、ちょっと食いつぶしてんだよね。うん、それ食いつぶしてるっていうのは西武以外の後の4球団に負け越してんだよ、うん、オリックスは。ただね、日本ハムに2つへこみ、あとは1つずつなんだけどさ、はい、だけどやっぱオリックスが優勝するためにはやっぱ同一カードをこれをこの数字はひっくり返していかないと、うんうん、勝ち越していかないと なかなかやっぱりこう、こっからの順位から上に行けないよね。うん、だから西武戦ばっかりやっときゃいいよだけどそういうわけにいかないし、はい、だからオリックスはもう本当にこう楽天にこの数字をひっくり返すように、はい、ぐらいの気持ちで、他の下位チームに対しても負け越してるから、はい、だからその同一リーグにの勝ち越しを目指していかないとやっぱりロッテには届かないということ。うんうんうん、そうですね、うん、で楽天はもう後がないし、はい、まあこういう時期にも小さなミスも出てきてるし、はい、ね、チャンスは作るんだけど、まあ、一本が出ないという、うん、非常になかなかこう歯車が狂ってるという、はい、歯車が噛み合わないという戦い方をしてるだけに、はい、やっぱオリックス戦でどう転がるか、うん、ね、これが負け越すようなことがあると、はい、やっぱもう優勝っていうのはちょっと遠のく可能性もあるよね。でオリックスはもう上には本当に優勝したいんであればこういうところに勝ち越していかないとちょっと難しいよということ、はい、でびっくりするのは交流戦の時、そうですよね、で7、西武戦だけで6、これだけでところには負け越してるっていう事実がびっくりするでしょ。びっくりです ね。で現在の貯金が8ということ、はい、だからこれはドイツリーグでやっぱり勝っていかないとさ、やっぱり優勝は届かないということなんだよね。はい、はい、でも楽天はここで負け越したりすると、うん、ちょっとこうソフトバンクからとかいう順位が入れ替わるとかいう危機もなくはな い、ね、そうだね。だから、ソフトバンクも今3連勝で来てて、はい、大体5点平均ぐらい取れるようになってきてるんだよ、うん、でピッチャーはもともといいから、はい、だからソフトバンクもやっぱここの仲間には A クラスしか入れないんだけどさ、はい、やっぱ怖い存在になってると思うよ。そうですよね、うん、そこのもうこう A クラス B クラスの境目っていうのも
なかなかない。いやいや厳しい、シビアだよ、うん、だから楽天なんていうのは上も行きたいけど下も気になるという戦いをしなきゃいけないしね、はい、だからそういう意味ではソフトバンクっていうのは影に隠れてるけども、次ぐらいにここにポンと出てくる可能性だってあるからね、はい、だってソフトバンクは昨年本当に負けない1ヶ月っていうのはあったからね、うん、だからまあ底力はあるし、はい、だからまだまだこう油断はしてないとは思うけども、はい、やっぱこう A クラスっていう風に甘んじないように、ね、うん、はい、してほしいと思います、はい、まあまあ楽しみだね。これから本当にね結果を受け出るぐらいの戦い方をやっていくだろうから、はい、まあ、我々はね外から見てるだけだけども、まあ、選手の皆さんね怪我ないように頑張ってください。はい、はい、